ただいま。どうしたらいい？ちょっと待って。コラボ配信。どうしたらいい？送信、申請。申請したけど、どうなってるんだろう。どう。ここ3電波悪くない？あ、いた、ここさん。うん、そらは。嘘。なんで？いや、なん止まってか、ます？画面。もざというか。あ、でもまあ、まあ大丈夫やわ。大丈夫？え、なんかすごい。びっくりしてて。いや、ごめんね、なんか配信切ったんでしょ？ でも始めたばっかだったの、全なんで切ったの？然。大丈夫ですよ。え、なんか切った方がいい。切ったらいいよ、みたいな。切った方がいいコラ、コラボするならってこと？そう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 。あ、ごめんごめん。え、全然全然。うちも切ったんよ。あ、なるほど。かわいいですね、お団子。ありがとう。ごめんね、なんか。あ、全然。アイス届くんですか？なんで知ってんの？ え、じゃあコメント来ました。ウーバーで頼んでるって。そういうこと？ごめんなさい。全然。だから切ったって言ったからさ、なんかあったんかなって思ってさ。全然そんなことないですよ。何もなかったです。え、すごい新鮮だ。もう。前髪切ったっしょ。え、そう、私めっちゃ切っちゃって、やっちまったって感じなんですよね。短すぎて。何ですか？ かわいい。なんかおもろくない？え、何話しますか？なんか、ね。え、話せない。なんか話せって言われたら話せない。あ、確か。え、でも今日、ほのたんさん、ちょっと一緒だったんですよね。このたんさんとお仕事は。コッコさんの話してました。悪口じゃん。いや、めっちゃ悪口言ってましたよ。それな、ほのがいるってことは、うちの悪口大会じゃん。もう悪口大会してました、カフェでのんびり。やだ。いや、でもあれでしたよ、すごい。めっちゃ語悲ってたしい。でしょ。うん、めっちゃ語ってたし、すごい悲しんでた。ほのだって毎回悲しそう、二人で悲しんでました。んでる。何て喋ったの？なんて喋って、なんか、絶対ここおらんくなったら寂しくなるよな、みたいな。めっちゃなんか、なんだろう。大人面の中でも、ここはめっちゃ仲いいから、みたいな、めっちゃ、ももちゃんさんが言ってて。私もあんま大人面、いや、喋るけど、めっちゃ相談とか乗るのはここさんとかやから、確かにと思って。早どくんアイな。ス届かんかな。初めてすぐに終わっちゃうやん。悲 しそれな。い。かわいい。何が？ なんか、もうちょっと後ろ下がろうか。めっちゃこんなしとる。かわいい。近い！え、何喋るの？何喋りますか？ちょっとコッコさんのとこのコメント欄見たい。どうしよう。え、これ私のコメント欄とソラのコメント欄違うの？いや、携帯。携帯で見る。あ、あ、こ違れうあれ違う。か。自分自は自分分のの。ルームのコメントしか見えないってことか。そうなんですよ。え、恥ずかしい。めっちゃドアップで映ってる、私の顔が。はずいはずい。すごい。知らなかった。緊張する。緊張。え、早くお家遊びに来てくださいよ。あ、逆に？うん。全然来ますよ、私は。うん。いつでも。え、明日、放課後ホームルーム終わったら明行く日無か。理な。え、なんでですか？なんでですか？そんな、悲しい。じゃあ明日は本当に無理なんやっ明て。日なんか入ってるんですか？用そう、事が。明日はちょっとあるけん。ああ、なるほど。じゃいつだったらいけるだろう、自自分
私の予定もありますから。まあ確かにそれはそう。いやそれもう3周年が始まっちゃうからもうあんまり行けない。確かに。でも泊まりに行くだけだったらいいかな。泊まりに行こうか。ん？餃子作りましょうよ、また一緒に。餃子。ベランダで。うん、ベランダで。でもこの前胃もたりしたんですよね、餃子食べて。めっちゃ食べてね、すごかった。見てましたよ、配信。なんかそう緊張するな。てかさ、このコラボ配信、ソラハとさ、普段さ、喋、うん、りよる人でもさ、うん、気まずいのにさ、うん、これうちアンナとやろうってしよったんよ。お絶対無理よね。確かにアンナちゃんがもう緊張して喋れなさそう。私はうちも無理だわ。うん、私今でさえコッコさんでもちょっと緊張しますもん、なんか。うちも緊張してる、ソラハに。画面越しだとなんか難しい。なんかどうしたらいいか。ね、なんか質問してもらう？あ、確かに確かに質問いいですね。質問待ってます。はいはいはい。空の宝箱紹介しよう。お、いいね。空の宝物はよいしょ、推しメンのチェキが入っています。ココさんからもらったやつもちゃんと入ってるの。え？ギャーン。あ、すごい反射する。みんな自慢。本当だ。みんなに自慢する。みんなは届いてるか、これは。今日2枚？そう、ココさんが取っていいよって言って。取ってった。盗んだ。あ、これ失敗だからみたいなやつ。そうそうそう。失敗で友達にあげるのはこれだから、そら、この中から出たらいいよって選んだよ。あとはミチさんと3人でやった時のやつ。出た。一緒の思い出。これほんと自分も顔漏れてるからいい感じなんですよ。いや嘘。本当この時の。結局自分中心やんけ。自分が漏れてるから。でもここに入ってないんですけども、もう一個お宝物があるの。ちょっと待ってください。一瞬、うん、一瞬はける。はけます。今のはけた。ね。ちゃんと聞いてるよ、ソラハの話。本当ですか？聞いてますか？ただ目にゴミが入っとったっけん、タイミングよく。そんな、悲しすぎるよ。あれ待って、どこやったっけ、私。宝物なくした。宝物なくしたと？あったあったあった。あったあった、よかった。アーリアコリア、先生に言うたろう。懐かしすぎる。私の宝物は、世界に1枚しかない、うん、これです。これはこの中にそれはすごいね。そう、これはもう本当にもう一生の宝物。プロミチコッコのサインが入っとるやん。そうだよ。でも書いたわ、初期らへんの頃やんね。そう、本当に2枚目、2年前とか。私の一生の宝物、これは。すごい。いや、うちのファンの人すげ、なんか、うわーって言う。懐かしい。これをみんなに自慢する。本当に。レアもレアって。いや、本当にレア。本当にレア。ちゃんとね、こうやって。これ一緒に買いに行った。あ、それね。え、それサイン入ってなくない？これね、あの、もらおうと思ったんですけど、まだもらってないので。ちょっとそろそろもらわんといけない。そうよ、そろそろ。そろそろコッコさんがね、あと1ヶ月だから。でもコッコさんにいっぱいもらってるんだよ、私意外と。オタク自慢してるなって。ほら。ほんとだ。え？握手会の時のやつじゃん。そう、AKB のサステナブルとノーメーマン。自慢。自慢。でもみんなでもこれは持ってるんだよね、多分。ステッカーのやつ。すごいよ。結構さ、確か多いわ。懐かしいやつがいっぱいある。でも、偉いね。なんか、それを宝物って言ってくれる、そら。宝物ですよ。あとね、はい、絶対にね、もうね、どこ探してもね、ないっていうやつがあるんですよ。これは私にしか持ってない。ゆりさんのやつなんですけど、トロ？うん。なんか夏祭りみたいなのあったじゃないですか、シティホーっていうところで。うんうん。あの時なんかよくわからん、ビンゴみたいなのあったじゃないですか。うん。
あの時のやつになんか紙の裏に書いてくれた。トロが？うん、だからほんまに社会に1個しかないんですよ。だってっていう話でした。今度それ取り行くわ家に。怖絶対金庫に隠しとこう。金庫、金庫ちょっとコッコさんが来るまでに金庫買って金庫に全部入れとかないと危ないの。暗証番号教えて。暗証番号はね、000にすると思う。教えるんかいめちゃくちゃ簡単なやつにすると思う。すぐ開くやん。買う意味やろ。誰でも、誰でも。金庫の意味ない。お金の無駄になっちゃう。おもろ。緊張しちゃう、緊張しちゃう、緊張しちゃう。ちょっと、いい子すぎん？なんでですか今、好感度上げようとしとるやろ。いいよ、上げようとしてないよ。そんなこと考えてない。私のオタクの自慢をしなきゃ。ちゃんとしまってきました。早くココさんち行きたいし、ココさんに来ていただきたい。前来たじゃん。ハリーポッター見に。確かに、ハリーポッター見に来たわ。でもまた来てください。なんかしましょう。ピザパしよう、ピザパ。ピザはちょっと今お腹が受け付けてない。じゃあ何がいいですか。何がいい。なんで今敬語使った。いつも何がいいって言うじゃん。たまに敬語使いますよ。なんかたまに、たまに、いやたまに敬語じゃない。たまにタメ口だ。よく違うって言うじゃん。違うよ。まあ確かに違う。ほら違うよって言うよ。確かに言ってしまう癖がついて。なんかお姉ちゃんみたい。違う？そう。じゃあお姉ちゃん欲しい。お兄ちゃん持ってるからまあないものねだりだけど、お姉ちゃん欲しい。うちお兄ちゃん欲しい。ね、お兄ちゃんか。あ、そっか。女兄弟。みんな今日女の子だから。コッコが知ってるソラハの面白いエピソード。いや面白いエピソードって言ったらもう何も言われないエピソードしかないの。ねソラハ。でも言えれんと思う何も。でも NG なしですよ。そんななんかあります？じゃああれあげてもいい？何をあげるんですか？あの動画あげてもいい？何の動画？白目？うん？でもほんまにあれはやばい。あれは本当にやばい。でもあれは NG。いやもうあれもうちょっとアイドルだから一応、うん、ちょっとアイドルだからちょっと NG かもしれない。動いてるのはやばい。あれは怖かった。写真だけならまだいいけど、目動いてるの。動画はダメよね。動画はあれは怖い。あれはNGありでしたね。ちょっとNGでしたね、それは。NGあるんや。でも変顔の写真とかは全然大丈夫。変顔し、あんま変顔してなくない？あれ、あの、みちとさ、一緒にこの前洗ったやつ。ふざけてる顔。ふざけてるのない。あれはやばい。うちの友達いいね押してきたけんあれに。いやほんまに恥ずかしい。ほんとに恥ずかしかったあれは。LINE のタイムラインを荒らしました。ソラハでめっちゃ荒らして、でも全部コッコさんすぐ消しましたよ。消しましたか。すぐに消してたの。悲しい。なんかあるかな。あ、そうやそうや、ねずっとこれは入れてる iPhone8 の方ありますか。これありますか。これちゃんと袋に入れてるんですよ。わかりますか。ここねえ本当に偉い。なんかしてる。いやもうなんかそうやって大切にしてるものを見るとソラハって本当にいい子なんだなって思う。なんか違いますね。あ何がガチで照れてんじゃん。だってあんまり言われんから。出る？だって配信だからみんな見てるから。ああいい先輩ぶらないといけないじゃん。そういうことか。あ、うん、そうですよね、うん、確かにそうだ。そういうことです。配信だからだ。配信、うん、みんなが見てるからか。話そうそうそう。裏ともう 100% 違うやろ。逆やきも、うん、確かに違う。たまにこのコッコさんがね、うん、言っちゃレアなって何かかわいいってたまに言う時があるから。ちゃんと可愛いだけは聞き逃さんよね。そうそう、可愛いは聞き逃さん。だってレアだもん。本当に。でも最近コッコさんがなんか、ダメだって。めっちゃ可愛くてキュンキュンする。そんな手つなぐとかは秘密だって。秘密じゃないですか。笑しちゃダメじゃないですか。あー、来た。
ごい。ピロリン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 。きた。何と何のアイスですか。秘密。すごいな。私も尊敬するウーバーイーツとか。置き配みたいなやつですか。ああ。おーすごい。ユーチューバーみたい。1万円企画、1万円企画やってみたい。そう、1万アイチュが来た。いいな。アイチュ、ご飯を食べたんですか。ねえ、反応してよ、アイチュに。いや、どう突っ込んだらいいか分からなさすぎて。いや、ただただ可愛い。ガンスルーじゃん、今の。こういう時はどうしたらいいんだろう。めっちゃただただ可愛かった。もう配信終わっちゃうんですか。いや、終わらないよ。あ、終わらないですか。びっくりした。ウーバー来るまでしかやらないらしいから。うん、でむしろソラハのファンの人大丈夫なの？あの。うん、多分大丈夫だよ。だって私の顔見たくなくない？いや、ソラのファンの人はね、しょっちゅうココさんの顔見よるよ、メールで。本当に本当に逆に解約されるかもよ。ちゃんと自分の顔を送り、確かに。あ、解約はさすがにされ、本当、もし編しようかなとか言われる、うちに、うん、あら、やめます。確かにやめてしまう。大丈夫ですよ、さあのファンの人みんな優しいからね。ココさんのファンの人も本当に優しい。そんなことないよね、みんな。怖っ。怖い。それは怖い。ほんまに優しい方ばっかりって感じです。そんなことないってね、みんな。みんなかわいそう、逆に。それな、逆にかわいそうよね、今の。そんなことないって言われてみんなかわいそうになっちゃう。面白い。ちょっと緊張しちゃう。もう置いてくれたかな、玄関。飯テロされるのか。なんか怖いかな。ちょっと取り行ってくるね。いってらっしゃいです。コッコッコ、はい、コケ。なんか可愛いんだけど。なにこんな、映えてるやつが来たんですか。いいな。映え、可愛い。いいな。じゃーん、箱で届きまして。すごい、ケーキみたい。 Thank you って書いてある。すごい、いいな。フェイ、何個入ってるんですか。箱1個だよ。いいな。あれ、スプーン来た来た。何やってんの。めちゃブサイクな顔してみました。可愛いよ。嘘だ、これ可愛いって言ったらちょっと嬉しくないですよ。嘘だ、それ可愛いと思っちゃった。ブスな顔も可愛いと。あ、やばい、生クリームかかってる、やべえ。食べたい。いいな。くすれてる。いただきます。生クリームしかないやん。生クリームって甘いんかな。うん、お、これ食べれる生クリームだ。いいな。いいな。いただきます。食べたいな。あ、うわ、あざとい。これはあざといです、皆さん。スクショ。でも、コッコさんのあざとい動画持ってますよ、私。嘘。誰かの生誕の時に、私が、ユリさんの生誕だったっけな。私が見に行った時の生誕の時に、うん、なんかね、ケーキを鼻、なんか、鼻じゃないの、ここら辺につけて、なんか、うんみたいな。
ちょっと待って、ちょっと待って。うわすごいですよ、今。あざといとかじゃないぐらいついてる。かわいい。ねえ、取れない。汚くなっちゃって。すごいですよ、今。すごい。おいしい、この生クリーム。なんで？いいなぁ。うち生クリーム食べれんじゃん。うん、あんまりね、甘いの。おいしい、この生クリーム。アイスは食べてますか？あ、今から。あ、いちご？知ってるやん、こんな。おいしそう。おいしい？なぁ。かわいい。食べたい？食べたい。どっち、こっち？あ、はい、あー、はい、はい、早く。あー、ほっ、うん、うん、おいしい？おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。いや、行きた、ここさち。来る？行きたい。明日朝あるから行けない。ココさんも用事あるし。恥ずかしい。え、私飲みました返信ココメール。え？え？明日昨日したんですよ、ココメール返信したのに見てないんですか？返信したのに見てないんですか？ほんとに？え、しましょ、え、しましょ、ツイッター。なんで？おかしいな、出てきてないぞ。どういうこと？もうソラハは、いや、ね、もうミュートみたいなしてるじゃないですか。ソラハ多分それだ。嘘でしょ。悲しい、悲しい。めっちゃ可愛い写真も載せたのに。え、ほんとに？いや、それか見てない。え？悲しい。え、本当に？本当にしてる。昨日さ。うん。え、いつした？昨日の。え、22時までにしました。あ、じゃあ見てない。え、見てない。うん。悲しい。見てください。見ます。うん、100回ぐらい見てください。100回？うん、100回見る。いや、うちもホラハの可愛い写真を撮って、うん、あげ、撮ってあげるからあげな、ツイッターに。ちょっと続けてください。あ、てか、いつでもあの、また私服家取りに行きますよ。前めっちゃ行ってたけど、行けなく、最近行ってない。スーパーにも行きましょう。前スーパーにさ、うん。練習行ってさ、うん。ほぼソラハに持たせた。一緒に待ち。だってコッコさんだって折れそうなんだもん。めっちゃ一緒に持ったけどさ、ソラハが身長でかいけんさ、そうそうそう、バランスが悪くてね。そう、結局ソラハが重たい。うん、ほぼソラハが持っとるあれになったっていう。でも一緒にそんな買い物できるなんて光栄なのね。ごめんなさい、みんなマウント取っちゃって、すいません。すいません、すいません。もうほんまに嫌われて、どうしよう。嫌われてしまう。でもソラハのさ写真、うん、内川里ちゃんが撮ってるでしょ。うん、使用してるカメラマンさん。アリちゃんは最近腕を上げてきたな。そう、だからソラハの好みな全身写真、うん、撮ってください。嬉しい。はっほ、いいな、美味しそう。なんか前髪薄いの好きですよ、やっぱり。昨日のポニーテールと薄いの見て。今日薄くしてる？うん、今日も薄くしてる。うん、めっちゃいい感じ、うん、しかもちゃんと巻くようにした。うん、今日の朝のメールのやつかな、可愛かった。あのね、メール撮ってるじゃん、まだまだ撮ってる。あと1ヶ月じゃないですか。なんか撮ってるって言われたら撮ってる人のことを書きにくいんよね。でも昨日書いてたよ。なんかだから返信した。うん、
カラハタ2ホット取ったやん。うん、取った。あれを、うん、今日あげようと思ってるんよ。うん。だから、なんか、撮ってるってなったら、あ、でもなんかこれ空撮ってるんか、なんかわざと書いてるんかなって思われそうで。あこの前書いてましたもんね。あの、あゆちゃんさんとまゆさんとみつさんの写真の時。うん。うん、嬉しい。でも書いて、ちょっとでも書いてください。全部、こう、みつさんもやけど、みつさんとコッコさんのメールで、私の名前が出たやつとか写真が載ってるやつは全部お気に入りにしおる。それな。マジで一文でも空葉って名前があっただけでお気に入りしとるけん。そう、本当にそうなんですよ。マジで全部いいねしてしまう。嬉しすぎて。本当にさ、うん、あなたっていい子だね。そんなことはないです。ね。うん、本当にそんなことないです。ただ、好きな人なので、そうしてしまうのは当たり前です。待って、お化けが出たかと思った。めっちゃびっくりした。本当にいい子。そんなことないです。そうやって言ってくださるコッコさんがいい人なんです。確かにね。ね。え？ああ、なんでもないですよ。あと、もう、まさにそうなんで。まさにそう。まさに、もういい人なんで、もう、当たり前です。なんだろうな。でも、コッコさん写真をちょっと、前の携帯から新しい携帯に写してる最近。まだ出した、SNS に出したことない写真を全部もう出していこうと思って。何が私の？うん。持ってんの？持ってる持ってる。あ、ツイッターやってなかった時の写真とかめっちゃあります。まだ、ツイッターやってる。うちの写真？うん。雪合戦のやつとかも、インスタ載せてるやつと載せてるやつ。やばいやつ悪くない？なんか。あ、ありますありますあります。やばい、でも意外とコッコさんやばいのたまにあります。でも、最近は半目とかのは、なんか、ちゃんと消すようにしてる。ハメとかはね。昨日のやつはまだね、うん、あれしてないわ。あ、どこ？うん。昨日なんか最近ほんまに女性って感じの服。え、なんか昨日なんかうち最近体のラインが見える。そう、服だなって。まあ、昨日っていうか昨日と一昨日かな。めっちゃでも最近そうだよね。うん、落ち着いてる。めっちゃ色とかが めっちゃ好き。もう終わっちゃう？え？もう終わっちゃう？アイス食べるの？うん。うん。いいな。いいなって言っても食べれんけど。今度買ってあげる。早く焼肉行きましょう。焼肉行きたい。え、行きましょう。え、ほんまに行きましょう。うん。あの、何も持たずに来ていいですよ。ほんと？当たり前です。もちろんです。言ったじゃないですか。え、本気よ？私。もういいですよ。みんな、聞きましたか？もう全然もう、びっくりするような高級でもいいですよ、もう。24歳が、16歳?17歳に、おごってもらいます。でもこれは、ちゃんと卒業、もちろんですよ。毎日卒業発表しようと。怖すぎるやろ。本当に。もともとずっとそうやってお母さんにも言ってて、だから自分のお小遣いちょっとね。やめてよ。いや、でもそのぐらいお世話になって、いい、なんか、別にいいこと言おうとしてるかもしれないけど、別にすからやからあれやけど、本当にお世話になってるから。え、なんか、雪合戦の時ぐらいがきっかけだと思う、自分。うん。多分あの雪合戦がなかったら、うん。そこまでないかもね。それは本当なんか雪合戦のおかげだなってめっちゃ。あの、イモスのね。そう。あの時初めてドラフトが一人のロケで、もう本当にもう、まだなんか喋ったことなかったから、一期生さんと。めっちゃ。やばかったけど、コッコさんがこう来てくださって。うちが喋りかけた？うん。いや、私は絶対いけないです、私。マジ？え、本当です、本当です。
で、ご飯食べる時も横で座ってくださって。うちが？え、そうですよ。なんで忘れてるんですか。悲しい。絶対無意識だわ。え、いい人すぎません？それは。マジ言ってる？うん。それ本当。だからね、その時の横でご飯食べてる写真とかも、あから新しい携帯に移してどんどんまた出していけたらなと思って。え、なんかそんなうちの好感度上げなくていいって、そらは。違う違う、好感度上げてるんじゃなくて、本当にもうそうじゃないですか、ココさん。いやいや、そんな好感度今さら上げなくて、もっと前に上げようよ。もっと、でももっと前にコラボ配信してたらよかったですよね、多分。そうだね。1年前とかにしたらよかったかもしれない、もうちょい。それは本当にそうだ。うん。くそ。本当に。それは本当に思うんですよ。なんか、あんまり、なんていうんだろう、一人でいる人とか、あんまりそこまでおらんけど、うん、なんか、メンバーさんがレッスンで一人ぼっちでいたら、その子のところにこう行ったりとかしてるなってめっちゃ本当に思うんですよ。私？うん。やめて。なんでですか？え、こういうの言っちゃダメ？ああ、してないから、そんなこと。あ、でも、コッコさんじゃなかったんだな、あれは。そうだよ、別人。別人だったんですね。ああ。うん、違うのか。でも本当にカッコさんすごい。え、イモフのだけ桶がはまれかけか。絶対にそうです。私なんかそれまでトラミチコッコさん推しって言ってたけど、なんかコッコさんはちょっとなんか大人すぎて話しかけれなかったんですよ、あんまり。あ、お話か、握手会は写真撮ってくださいって言ってたけど、うん、そんな別にそなんか相談とかもその時はまだしなかったです。それきっかけ、コッコさんが話しかけてくださったのがきっかけです。なんて喋りかけた？え、そこまで覚えてないんですけど。そこまで覚えてないんですけど、絶対自分からは話しかけれない。絶対うち緊張してるとか言ってた気がする。だって多分ですよ、今ちょっと見直したら多分分かると思うんですけど、なんか体育館でキャッチボールみたいな人じゃないですか、覚えてますか、うん、あの時確かコッコさんだったですもん、部屋が。え、多分。なんで覚えてないですか。え、うちはカメラが回ってないとこなら覚えてる。あ、本当ですか。あ、体育館から、うん、体育館から出たら、うん、出てバスがあったじゃん。うん、ありました。で、雪積もってたじゃん。積もってた。あ、で、うん、そこでさ、雪だるま作ってたじゃん。うん、作った。あれでうちめっちゃソラハと喋った記憶あるもん。喋った、それは喋った。うん、だって写真あるもん。いや、見とった。多分そこでめっちゃ写真撮ったと思う。うん、撮った。で、ご飯あったじゃん、あのスタッフさんとかもいて、うん、うんうんうん、こっちにもいて。そう、 めっちゃ覚えてる、覚えてますよ。食べたものも覚えてますもん。なんか魚でしょ。そう、魚もやし、こう刺さってる魚もやし、なんかよくわからない団子みたいなのもあったんです。あった。え、恥ずかしい。で、ソラハに、え、多分一緒食べようって言ったのかな、一緒座ろうよって言った気がする。え、多分そうですよ。私は絶対もうあれですもん、その時はもうまだあんまり怖いとかでも喋らない人間だったから。うん、そうだわ。うん、そうですよ。本当にそれがすごい。あれだ、はあ、懐かしい。え、懐かしいですね、本当に。あれからだね、確かに。うん、あれからです。うん、うん、懐かしい。懐かしい、本当に懐かしい。2年とか前か。3年3年はまだか。2年半ぐらい、まあ2年ちょいか、そのぐらいだ。うん、でもなんかそれから喋って、なんでこう仲良くなったのよくわかんないけど。確かに。なんか最近そこまであんまり愛してないけど、めっちゃ一時してた時あるくないですか、うん、いつだろうな。本当にもうずっと LINE してた時あったでしょ。でも自粛前とかだったもんね、それ。自粛前ってか、あの、こういうのこういう感じに乗る前だったもんね。そう、なる前にお出かけとか、うん、やってた。確かに。最近はお互いが LINE 返さないよね。うん。いや、私は返すんですよ。返してないよ。
え、返してますよ。え、返してないですか。返してない。嘘。あ、返すじゃなくて消すじゃん。え、消すのはあれは違うかったじゃん。あれは違う理由があったから。でも内容見てるからね、うちは。なあ、みき、なあ、それ返信してくださいよ。5時間後とかにするしね、うち。そう、5時間後とかにするから、それまでに自分で解決して、それだ取り消しするんですよ。え、なんかそんなに返信しなくて、しかも自分がさ、誘っといてさ、返されちゃうし。あの時、めっちゃ急いで帰ってきて、あ、まあでも、なんか返信全然既読つかんし、あ、寝とるんかなって思ったら、うん、もう今日は布団から出れみたいな。まあでも別に、うん、全然私は全然大丈夫なんですけどね。めっちゃ美智のね、そのタンプレをね。そう、美智さんにタンプレ何渡そうってなって、コッコさんとかなら好きなブランド知ってるって思って、うん、好きなブランド知ってますかみたいな言ってけども、うん、でも美智さんに聞いたらバーバリーって言われて、そうそう、あやつふざけとる。でもちゃんと最後は違うよって言ってくれたけど、うん、ふざけて言うけど何がいいって言うからとか、うん、そう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 、でうちが何あげるのソラハって買いに行ったって言ったのに、うん、そうえ、買いに行こうってお誘いだと思ったでしょ。うん、ソラも買いに行こうってお誘いだと思ったんですよ。そう、そのつもりで言ったんよ、うん、で今から なんか何なんで行きますとか言ってたじゃん、お仕事前にみたいな、うん、で、ああそうなんやーって、じゃあもううちちょっと行きたくなくなったけん。ちょうどね、コットさんがこうお誘いくれる人が、あ、なんか自分が何か入ってる時なんですよね、うん、だからなんかあんまり最近誘えてないや、コットさん。だからね、ちょっとあれから返信しなかった。ひどーい。でもそう思うと前まで何ライジトンって感じじゃないですか。確かに。でもなんかめっちゃ記憶残ってるのが、めっちゃ私がもう、めっちゃ落ちてた時に気持ちが。うん、それでコッコさんに LINE したらめちゃくちゃ長文っていうか、こう短文、短い文をめちゃくちゃバーっと、うん、確かにバーっと送る。で、なんか友達が言ってた言葉とかをめっちゃ教えてくれて、それを今メモに保存してるんですけど。マジ？え、私保存してて、確か何個かありますよ。あ、はい、あります。3つぐらいある。3つ？うん。え、それ言えるやつ？言えるは言います。全然。え、ちょっと一部に言ってみて。今の自分の環境に感謝した方がいいよ、みたいな。ああ。それの前に3分、4分ぐらいある。4分ってか、4行ぐらいあるんですけど。マジ？うん、あと自分が、なんか、仕事がうまくできないから。あ、それはね、もうね、誰にでも言えることだよね。そう。だから、あ、確かになって思うことがある。え、でもこれは本当、これは多分言えるんですけど、うん、自分が今日は全くうまくできんかったって思って、慣れてても、ファンの人が今日の空は良かったよって言ってくれたなら、自分は仕事をこなせたってことだし、反省は反省で、後でしっかりやることみたいな。うん、あ、確かにとかも、なんかめっちゃ思うことが、あ、もう一個あるんですけど。うん、でもそういうことを保存してる。確かになと思って。ちゃんとメモの中でも上のなんか固定みたいなやつしてる。本当にすごいなってなる。私の好感度めっちゃ上がってる。どうしよう。もともと多分みんなはもう知ってますよ。私の好感度すごい上がってる。嬉しい。もっともっと。いやいやいや、もう言わないでおこうかな。なんで。いや、本当にそのぐらい、多分もっと多分一緒に関わってるから、みちさん、ゆりさんとかもっと多分コッコさんのあれも知ってるだろうし、まいちゃんとかめっちゃ多分あれだろうし、うん、本当にそう、名言が出ますよ絶対。何か相談したら一個は私から。出る、絶対出る。最近そんな大丈夫でしょ。なんかね、うん、最近はね、うん、なんか最近めっちゃありちゃんさんとコッコさんが仲いいから、控えとる、相談するの。そうなの？そうだよ。なんかもうそらほんまにやばいんですよ。これ多分本人に言うことじゃないんですけど、めっちゃ嫉妬するんですよ私。やばいんですよ。
それをまいちゃんとかに相談するんですよ。と、なんて、ね、ガチ恋すぎて、多分ガチ恋なんですよ。あのメッセージカードに書いたんですけど、ガチ恋なんですよね。え、ちょっと待って、恥ずかしい。何これ、ソラハのファンの人、はい、これソラハが、ちょっと待って待って、恥ずかしい。ソラハがね、バレンタインの時にくれた。え、恥ずかしい、恥ずかしい、すごく、え、捨てたと思ってた。私絶対破られて捨ててるだろうと。じゃ今破ろうかな。そんな目の前で、え、でも書きましたね。うん、書いた。本当にそうなんですよ。じゃあ読もうかな。え、いつも本当にお世話になってます。こんな私とお話ししてくださり、買い物に行ってくださりありがとうございます。残り約1ヶ月濃すぎる日にしましょう。ソラハ、裏へ。本当に本当に大好きです。腕を組もうとするとキュンキュンするので、多分ガチ恋です。あ、本当に恥ずかしい、本当に恥ずかしい、本当に恥ずかしい、もう恥ずかしい。え、本当にそうなんですよ。このキュンキュンにはハートが飛んでます。本当に恥ずかしい。ありがとうございます。そうなんですよ。だからすごい嫉妬してしまうんですよ。で、それで、舞ちゃんに相談して、うん、なんか、嫉妬しちゃうんだよねって言ったら、舞ちゃんもなんか、その気持ち、でも、前までそうだったよって言って、なんかもう、いつかは乗り越えれるよって舞ちゃんに言われた。いつかは乗り越え、深いね。そう、舞ちゃんも乗り越えたらしい。だから、いつか乗り越えれると思って生きてる。めっちゃ恥ずかしい、本当に。もう絶対バカにされるわ、これもみんなに。みちゅには何て書いたの？え、でもみっちさんも同じ感じのこと書きました。ガッチコイタですみたいな。でも最近はソラハはみつきに手出しすぎだからやめてね。めっちゃ怖かった、この前。みつきになんか触れるみたいな言われて。本当だった。あの最近そのなんかラブラブを見ててちょっと嬉しい。なんかちょっとほほやましいというか。ライバルシナのソラハ。ライバルでもないじゃないですか。圧倒的に勝ってたよね。私人にあんまそんな好かれないから。私が一方的だから。一方通行。マジ、みつきに触んない。そう、本当に怖かった。え、違うんですよ。ネックレスをみちさんにつけてもらったんですよ、ね。そう、いや、何やってんだよと思って、パッて言うときにさ、ねっけ、これ みちちゃんつけてくださいって言ってたじゃん。違う、それは、あ、本当に、ソラハの話で分かるんですよ。ショールームでやろうとしたんですけど、無理だったんですよ。こう前に持ってきてやろうとしたけど。で、無理だったから、誰かにつけてもらおうと思って、近くにマネージャーさんもいなかったから、せっかくだったら、みちさんかコッコさんってなって、コッコさんはなんかしてて、みちさんはまだ次の部が休みだったから、あ、みちさん休憩だからやってもらおうと。こういうこと？なんかネックレスぐらい自分でつけろよと思って。できなかったんですよ。だからで、なんかニヤニヤしてたじゃん。こう立ってさ、みちが後ろに回ってさ、ね、こうやってしてたじゃん。ソラハニヤニヤ笑ってから、何やってんだこいつと思って、自分でやれよってできなかったんですよ。それはでき、本当にできなかった。本当にみつきとイチャイチャすんなよって言って。でも大丈夫です、安心してください。もうみつさんはおっちこっこさんなんで。それはもう誰が見てもそうなので、もう安心してください。おもろ。そう、いや恥ずかしい。じゃあ今度は私がネックレスつけてあげるね。なんか首絞められそう。やめてよ。絶対こっこさんそんなことせんけど、優しいから。するよ。しますよ。いつもの恨みを。怖い怖い。そういうことね。そういうことだったんですよ。ただしてほしいからってことじゃない。うちもネックレスつけれないかも。あ、それよくつけてるやつだ。え、プロやん。何が？なんか簡単につけようとしてから。勝手に、え、普通につけれるじゃん。こうやってさ。え、できないんですよ。え、ここまずこうやってするじゃん。うんうんうん、開いてさ、ここの穴、入れたい穴のところをこう持つじゃん、手前を。うん。してこうやってしたらはめれる。え、でもできないですよ。ほら。指の力が弱すぎて、こう回して、やろう、
こうやってつけようと思う瞬間戻るんですよ。それはまだまだ修行が足りんね。本当に修行きっと足りないんですよ。もうなんか昨日家帰るときにコッコさんと話してて、コッコさんのファンの方がすごいいい方だなって改めて思った。確かにファンの人の話しとったね。確かにそうそう、めっちゃ聞いたりするんですけど、本当に幸せになってねってすごい言われたって。うん、だから好感度上げなくていいんだって今さら。もっと前に上げてよ。違うんですよ。いや本当になんかあんまり多分もうコラボもそんな難しそうかもしれないから、今のうちにいっぱい話しとかないと。コッコさんは本当に根から素晴らしい方だったよーって。だからもっと前に上げてよ好感度は、お願い。いや遅かったですね。うん、めちゃめちゃに遅かった。遅いよ、もう卒業発表しちゃったから。それは本当に悲しい。ちゃんと連絡してくださいね。ブロックしないでくださいね。ソラハを一番にブロックします。やばい。ソラハ絶対遊びに行くよ。え？かまっこさんって。来そう。うん。本当に行くと思う。何日か休みがありまして、来ました。そうそう、行っていいですかって。お母さんならそれあったら許してくれると思う。かまっこさんと遊んでいいって言ったら、いいよって言って、多分ちゃんと交通費とかも出してくれそう。本当に。ねえ、むしろ、うちが、いや、うちはいかんかもな。え、だから、ソラが20歳になったら、一緒にごくごくしたい。ごくごく。まだ私は行けないから、あと、18、19、30、30。かわいい、その、ワードを言っちゃいけないって思ってるの。そう。ワード言っちゃいけないと思ってる。かわいすぎ。そう、ごくごく。だからごくごくって。そう。ごくごくしに行く。ですね。って感じです。ごくごくって。なんて言うんですか？かわいくない？なんて言ったらいいんですか？だって、なんか。うん。ワードがかわいい。難しい。めっちゃ考えましたよ、今。なんて言ったらいいんだ。って言って。でも、かわいいやつが飲みたいな。ちょっとあれ、積もってるから、私は。そんな、積もらんでくださいよ。でも、あんまり多分、ごくごくできない。あんまできないと思う。でも、あと何年だ?3 年、3年。あと3年？そう、3年後に20歳になる。私が27、8か。ええー、え？そっか、そんな離れてるのか。うん。すごいな、すごいな。あと3年どうなってるんだろうね。言えないかも、この配信だ。察した、察した。私のことならまだ多分アイドルいると思うけど、コッコさんはまた話しましょう。なんてまた話しましょう。また話しましょうって。これはプライ、ここからはプライベートでって言って。そう、ここからはプライベートだね。何年後。確かにどうなってるんだろう。ソラハでもまだいそうだね、っていう。多分いると思いますよ。うん。3年後だったらまだ22、3とかまでいそう。いやもう体力がちょっとやばかったらいないかもしれない。いやうちが24までやっとるけん大丈夫やって。いきましょう。コッコさん細いから動いてもハーハーならないですけど、じゃあ20歳ってるからハーハーなるんですよ。もう本当にこの前の公演、昼公演終わった後本当にもうやばすぎて、めっちゃおもろかった。そらずっと転がってました、みんなが通るところに。でごめんなさいって言ってた。そらはマジでおもろかった。あの時はそう、昼公演終わってごめんなさい、みんな珍しかった。そんなにそんなにそ そう、体が疲れちゃって、もうずっと久しぶりにめっちゃやったから、うん、久々だったもんね。そう、久々。次は28ですね。
昼がマリナ？マヒナさん。マヒナ？うん。マヒナさんの方が誕生日早いかな、多分。うん。あとなんだろうな。あ、思い出がもう一個びっくりしたのが、うん、これショールームでも行ったことあるんですけど、私がフロアがあって、ぼーっとしてる時に、うん、コッコさんから電話かかってきたんですよ。うん。夜に。で、電話ってあんま珍しいから、なんかあったんだと思って。うん、で、出たら、ビデオ通話で、ゆりさんが映ってて、へぇってなったな。あん時？そう、私本当にフロア外でドスッピンだから、もう自分の顔が映せなくて、まあ多分見たくないと思うんで、あれも別に映さないんですけど、なんかもうびっくりして。本当にびっくりした。もう。あの、みちょもいた時よね。え、そう、3人いた時。3人で遊んだ時か。そうです、そうです。で、びっくりして、もう電話終わった後にお母さんに連絡して、電話かかってきたらね、ゆりさんが、ゆりさんがいたのってめっちゃ話しました。そう、なんかトロが、え、ソラハに電話かけようよって言い出して、嬉しい、私のことを覚えてくださってんだからそう手かけてなんか元気そうだねってで広島いるの知らなかったでしょトロは。そう知らなかったんですよ、うん、びっくりして本当に。でもすごい嬉しかった。あの携帯の画面に 3人がねといてもすごかっためっちゃすごかった本当。ただのファンやん皆さんごめんなさい、マウント取っちゃって本当ごめんなさい。あ、LINE 持ってるとかちょっとごめんなさい本当にこの配信でコッコさんの好感度上がって私の好感度すごい下がりそうで怖いのソラハの好感度上げてこ。なんかいいこと言ってくださいよ。あ、ソラハは、はい、あ、なんかコンビニに行くって言って、うん、何買うんだろうって思ったら、うん、普通のパンじゃなくて、うん、あのその太らないパンを選んでました。偉いなって思いました。 ありがとうございます、ありがとうございます、うん、美味しいんですよ。すごいね、尊敬した。美味しいパンをね、そう買うんじゃなくてね、その糖質制限があるね。でもなんかその糖質が制限されてるからって言っていっぱい買って結局同じ糖質取ってる。普通の美味しいパイと同じぐらいの糖質取ってるから実質もうあのは意味がないんですよ。あー、好感度の上げ方間違えたわ今日のお仕事の朝コッコさんが言ってたのシュガーなんちゃらみたいな、うんうん、があのちょうどコンビニに売ってて頼まれた。うん、あの昨日行ったとこじゃないんですけど、うん、コンビニに売っててこれかなって思ってシュガーなんだっけな、多分新作ないよね最近。あ、そうなんですね。めっちゃ美味しかったし。シュガーマーガリンみたいな。うん、スティックみたいな感じのやつで、めっちゃ美味しかったです。安いし、びっくりした、値段。ね。うん。めっちゃ美味しい。コッコさんち行きたいな。え？コッコさんち行きたい。やだ。いつ行けるかな。でも、ソラハはさ、真面目に話すんだけどさ、うん、え、何ですか、真面目に。あ、今日真面目に聞きます。え、でもなんか言わない方がいいかな。え、どういうこと、どういう系ですか。いや、普通に知らない、ファンの人は知ってるか知らないけど、わかんない、なんか何かお仕事があって自分がうまくいかなかったりちょっとでも悔しいと思ったら、うん、家で、うん、メソ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 泣いてるんだよ全然好感度上がんない。上がるってこれ。嘘だ、人前では泣かないじゃん、こらえるじゃんその時は。あ、確かに。でもちょっと見た感じわかるんよ、うん、あ、絶対なんかあったんだろうなと思うし、次の日、ね、顔ちげえし絶対泣いたでしょ、なんかあったでしょって言ったらなんか仕事でーって言うじゃん、うん、だからそれだけ悔しいことがあるのってすごいいいことだと思うし、それを悔しいと思えるソラハはすごい成長できる子なんじゃんと思う、うん、ありがとうございます。
すごい、それすごい言ってくださりますよね、すごい。うん。だってさ、初期の頃からさ、悔しい気持ち絶対忘れないじゃん。うん。なんかどこの、なんかうちがさ、前さ、どこのポジションでも見てくれてる人いるからって言ったの覚えてる？あ、覚えてます。もちろんです、もちろんです。だからそれをさ、もうちゃんとやっててさ、いろいろこなしてるじゃん。うん、今いろいろ覚えたりとかさ、みんな、まあ、口に出さなきゃわからないことだけど、うん、もうそれをできてるから、うん、それは、泣きそう？うん。大丈夫ですよ。うるうるしてるって、だってコメント来たんだもん。やだ、うちが大丈夫、大丈夫だよ、みんな。だからね、本当にね、私は偉いなって思ってるよ。いつもなんかそれを今まで入ってから変わったって思わないの、別に。そう、慣れたなってか、いい意味で慣れるのは大事だけどさ、なんか慣れすぎてもダメじゃん。うん、でもそれがないからなくて、ちゃんと次に次にって考えてるから、すごいなと思う。かっこいいなと思う。ありがとうございます。うん、嬉しい。あ、ちょっと好感度上げようか、私の。コッコさんの好感度何でしょうか。なんかあるかな、もの。なんだろうな。泣いてる？泣いてないです。でも泣きそうになったんですけど、あの、嘘泣きと思われたくないから、ね、やめました。目を見開いてやめました。止めました、自力で。そらはいい子なんですよ。でもなんか、そうやって言ってくださるのが嬉しいです。配信だしね。そんな一言いらないんですよ。なんでですか。悲しい。なんだろう、ココさんの好感度。なんだろう。もういっぱい言ったからあれだけど。なんかめっちゃ2期生ちゃんに好かれてますよね。うん、嫌われてる。え？めちゃめちゃコッコさんももうめっちゃガツガツ言ってるし、2期生ちゃんもガツガツ言ってて、すごい微笑ましいです。でも、あの、 99% ぐらい嫉妬。もうほぼやん。 1% が微笑ましい。そう、だから嫉妬してしまう。怖いやん、その 逆にその 1% の微笑ましいが。確かに 1% 怖い。ソラハもめっちゃ喋りよくない？いや、でもなんかすごい連絡くれたりとか、すごいガツガツ来てくれる子に対してはすごいいけるんですけど、私意外とあんまいけなくて、パシェとか言ってる気がする。あ、そうそうそう、パシェはすごい仲良くて、すごいなんか唯一めっちゃ甘えてます。あんまりコッコさんとかにはそんな甘えないじゃないですか。それな。だって抱きついたりとかしたら、なんかボンって押されてこけそうだから、自分が。え、飛ばす。待って、今好感度上がってたのになんで下げるの？違う、なんか勝手にそういうなんか嫌がれるかなって思ってしまうんですよ。だから だからあんまいけないですけど。うん、本当にすごいなって思います。みんなに平等って感じだから、コッコさんは本当に全く。だって平等じゃないよ、ソラハとアンナのあれ違うでしょ。う、全く違う。全然平等じゃなかった。ミリアとアンナの喋りが違うでしょ。全然違う。工藤リコも違うでしょ。違う、もうアンナちゃんはね、特別。あんなすごい特別。まあ確かにそう、アンナちゃんに対しては別に嫉妬とかせん。なんか逆になんか、あー、よかったねーってなってしまう。よかったねってなるの。よかったねーってなってしまう、めっちゃ。あ、もうあれは可愛い。ほんまに可愛い。もうメールでも扱い違うっけ。かわ、アンナちゃんは可愛い可愛いって感じかもしれない。なんか常に言ってるかもしれない。うん、ずっと言ってる。困るよね、可愛いって言われ続けても。うん、嬉しいと思いますよ。そう、でも、うん、でもアンナちゃんがメンバーになる前から自分可愛いって言い続けてるからな。
うん、確かに。ただメインにだってアンナちゃんが来たらびっくりするもん。え、アイドルなるなってなる。やっぱ言うよね。うん、絶対なる。うん、本当に言うよね。それはなる。もうすごいなと思う。めっちゃ可愛い。あ、でも私めっちゃ覚えてるのがあって、コッコさんも多分覚えてると思うんですけど、うん、あのまだレッスンしてない時に、またカンナしかおるんですけど、一期生とドラフトがまだ一切レッスンしてない時に、ドラさんはドラさん、一期は一期ってやってた時、ドラさんで STU48 をなんかやってて、もともともういたゆらさんとアイポンとかまいちゃんとかはめっちゃダンスとか意外できてたから、そらはとゆうかちゃんがすごい置いてきぼりだったんですよ、ダンス、うんうん、でその時にちょっとでも先に知っときたいなと思って、結構なんか自主練とかに行ってて、なんかの時自主練かなんかわかんないけど、コッコさんとあずささんがいたんですよ、うん、で STU48 踊ってくれませんかって言ったら踊ってくださって、それを動画撮ってそれを見て練習してました。覚えてますか？なんかレッスンシューズも前のレッスンシューズだった気がする、コッコさん。場所か、うん、場所もだし、なんかもうすごい、それを覚えてて、まだ保存してます。え、アズと一緒にいたん？うん、なんか、何の時なんだろうな、何の時だったか忘れたんですけど、めっちゃ初期だよね、じゃあ。え、ほんまに初期です。でもね、覚えてるかもしれない。本当ですか？で、それで、うん、優しいってなって、しかも怖い怖い二人だったでしょ、印象。そうなんですよ、本当に。だ、本当にだからもう、なんていうの、怖い印象、大人って感じだから、二人とも怖かったけど、それで、あ、すごい優しい方だってなって、だった。そこでなんかみちさんも優しくて、ゆりさんも優しくて、とるみちこっこさん推しになったと思う。いや、あずさあずささんはあずさ教えてくれたのに。で、あずさんはそうなんですよ、そうなんですけど、違う、あの推しさんなくて、尊敬って、尊敬ないですよ、尊敬、すごい、あずさん。いや、これはダメよ、そらは。違うですよ、それは誤解。いや、今の流れはもうあずさまとおしめにせんといかん。違うんですよ、あずさんもすごい尊敬の部類なんで。そうなの、うん、それをめっちゃ覚えてます。私めっちゃレッスンシューズダサかった。何履いとったん？履いてたっていうか、上靴？うん、なんかそういうダサいじゃなくて、サンキューマートとかで T シャツ着てた。で、しかもサンキューマートの T シャツだけだったら全然可愛いのに、なぜか下に黒いやつを着てたから、めちゃくちゃにダサかったんですよ。すごいダサい格好でレッスンしてて、なんかズボンもなんかよくわからんブカブカで、なんかすごいダサかった。大丈夫、今でもみんなダサいけん。でもいますか、ダサい人？なんかめっちゃ最近私服っぽいレッスンとか、レッスン着多くないですか？みんな変わってなくない？あんま昔と。え、嘘。そうですかね。なんかおしゃれなやつ着てる人とかたまにいる。なんでそんな覚えてるの、昔のこと。印象的だからです。すごいね。うん。なんか自分が良くしたことってさ、自分覚えてないけど、やっぱされた側と覚えてるんだろうね。ああ、確かに。うん。でも自分、あんま人にいいことはしなさそう。写真撮るくらい。写真撮るくらいしかいいことしてない気がする。なんだろうね、うん。でもそれがいいんかな。あの、気が、なんて、考えていいことをしてない。もうすからの。うん。ああ、私っていいやつだわ、やっぱ。ごめん。そうでしょ、ここさん、ほんとに。コッコさんはいい人です。コッコさん本当に誰メンバーさんみんなに好かれてる気がします。あ、いやいや、うちのこと。いやいやいや、本当にそうですよ。だって、え、怖い、待って、怖い、ちょっと待って、知らん、それは知らん。え、怖いんだけど、ちょっと待って、一回切ります。切られた。
切られました。ピンポンが来た。怖い。なんだろうね。何何、知らん知らんって言われたんやけど。リアル誰やねん。へえ、なんか面白い。確かに9時だからね、誰なんだろうね。まあでもソラハはなんかね、すごいね、本当にね、あんま表には出さないけどね、すっごい悩んでる子だと思うんだよね。私話を聞くけど、いや本当にいい子、なんかここまで純粋にいい子っているんだって思ったね。うん、影、うん、努力家、まあ努力家っていうか、その努力の仕方がすごい、絶対に表には見せない感じがするから。終わります。帰ってきた。うるさい。え、ギーって言ってる。声が聞こえない。ギーって言ってる。ちょっと待って。声が聞こえないよ。今？待ってくださいね。ちょっと一回もう一回切ります。うん。ちょっとおさらば。どうなってるの？コックさん。え、どうなったんだろう。めっちゃ申し訳ない。え、めっちゃ申し訳ない。どうなってるの？参加したりしてる？来た？真っ暗じゃない？ちょっと待ってください。あ、来た。あ、いけた。ごめんなさい。ちょっと、ごめんなさい。何だった？人間だった？人間でした。え、人間だった？え、普通に、お、荷物なんですけど、うん、なんか今日、私がいない間に昼と夕方に来てたらしくて、うん、で、もう明日だと思ってたんですよ。あ、そういうことね。だから、びっくりして、ピン見たら宅急便でーすって言われて、うん、ちゃんと荷物持っとったから、ちゃんと、え、めっちゃびっくりした、怖かった。いや怖かった、遅っ、びっくりした。え、ごめんなさい、聞いてしまった、本当にごめんなさい。土下座。ごめんなさい、もう土下座です。本当にごめんなさい、本当に全然いいよ、ごめんなさい。壇上とかすごい変わってしまってごめんなさい。全然いいのよ。あ、私じゃないか。皆さん申し訳ございません。本当にごめんなさい。コッコさんのファンの方も本当に申し訳ございません。優しいファンの人を第一に考えてる。いや、もちろんですよ。ファンの人が見てくださってなかったら、もうただのうちらの
ビデオ通話。そう、ビデオ通話になっちゃうから。ほら、こういうとこですよ、ソラハの良さは。何ですか？え？ソラハがいないうちに語ってたの、ソラハのこと。え？何語ってたんですか？秘密だよ。え？何語ってんですか？もう知らないよ。今教えて。だって宅急便行ってたじゃん。宅急便の人、ちょっと今日はもうね、配信が終わったら部屋改造します。何その部屋のものを畳んでたの？違うです、あのなんかテレビの配線のめっちゃ長いやつみたいな延長コード、延長コードみたいなんですかね。なんかテレビの位置を本当に変えたくて、うん、無理で、それをね変えるためのやつをお父さんが頼んでくれて。え、別にあの位置でよくない？テレビ嫌なんですよ、無理なの。なんかね、嫌なんですよ、今の家配置がすごく。でもそれで嫌すぎて、もうお母さんやっと買ってくれました。うわ、うちも改造したいけど引っ越すから。え、いやー怖い。にらまれた、にらまれた。違う。怖い怖い。そら絶対ココさんち一番初めに行くよ。怖い怖い。どんなこと言うんですか。怖い、にらまれた。最近ココさん、私にそんなこと前までしなかったりしますよね。なんかまいちゃんとはそんな感じやったけど、だからどう対応していいかわからん。チョコ言いますか。チョコ嫌い。苦いのだよ、苦いの。怖い。どうしたらいいんですか、ココさんの、ココさんファンの皆さん。これはどうしたらいいんですか？怖い。ごめんなさい。もう怖い。ココさんち行こうかな。もう時間がダメです。ピポンピポンピポンピローン。どうする本当になったら。私はブルルンブルルンなんで。え、でもソラもそれだよ。え、違かった？今のピーンポーンだったよ。あ、嘘。うん、嘘違った。本当か。え、でもピロリンピロリンよ。嘘、今ピンポーンだったよ。嘘、ね、みんなひどい。え、そのままにしておきましょう。ガン無視してくださいって書かれてわかりました。え、嘘、ピロリンピロリンだよ。え、違ったよ。嘘。うん、あれ、ほら違うってコメント来てるもん。マジ、私耳どうなった？大丈夫？ピンポンピンポンだったよ。ウィー、マジか。あれおかしいな、うん、押してもらう？え？押してもらう？うん、誰かに。誰かに。じいさんにちょっとピンポン鳴らしてくださいって。じゃあちょっとなんかまた紹介しようかな。何を？まだなんかね、あるから、グッズ？グッズってか、コッコさんにいただいたものが多分ね、握手会のやつであるんだよな。あ、待って。え、なに、ソラハもピロリンピロリンだった？え、ピロリンピロリンじゃない。ロビーはピロリンピロリンだよ。え、どういうこと？1階のとこはピロリンピロリン。え、今ソラハが聞こえたのは何だった？ピロリンだった？分からん。え、怖いんだけど。でもあの家のあそこのドアだとピンポンだよ。今家の目の前のドアをピンポンされた？うん、それはされた。配信切ってから。配信の前を、うん。まあいいや。まあいいや。まず一つ目が、本当にめっちゃ懐かしいのが出てきたんですよ。はい。あの掃除してたらファンレターとかを、じゃあ本当に懐かしいのが出てきて、うおーってなりました。ということで、うん、え、ちょっと聞いてくださいよ。なんかあったんですか？あの、いや、ここら辺ブツブツできてるんだよね。だから痒いなって思って今さっき。マスクの紐とかではなくて、ヘアスタイル剤とか、
あ、ごめん、いいよ、続けて。ですか。じゃあ、と思います。こちら、じゃーん。2年前の風を待つの出席カードがあったんですよ。やば。誰のうちの？うん、これコッコさんです。これは多分東京かな、サンシャインシティ、3月21のやつ。すごくない ?ST48 になれるなら、誰も思いつかないようなこと。これがあって、さらに、同じ日のやつかな。こっちがみちさんのやつ。で、こっちがゆりさんのやつ。トロのも持ってんの？え、そう、みんなのもらって、ココさんはなぜか2枚なんですけど、全員7時間目のやつを持ってて、レア。そう、宿題出さなかったの。なんだろうな、ST48 になれるなら、まあ、なってるからあれだけど。これは難しいからやめときましょう。はい、なってるので。うんと楽しんでいただけたらいいです。私はもう、とろみちココさんと喋るときはもう、楽しみ通り越して、もう、興奮してる。おすすめのアニメは、呪術廻戦見てください。まだ言ってる。もう、マジで、もうやばいですよ。アリちゃんさんにも激推ししました。トゥトゥントゥントゥン、そろそろかな。あー、 TikTok 違うよ。 TikTok は違う。あ、違う。あれはな、違うなんじゃない。もうやばい、すごいっす。え、本当に領域展開とか言うの？え、本当に言います、本当に言います。本当に本当に言うんです。でもあんまり最近その先生はあんまメインじゃないんですけど、生徒が最近はメインですけど、やばいっす。もう私夜中、先週のやつかな、見たときにもう、いやーってなりましたもん。何、戦っていくの？あ、まあ戦いみたいな感じですかね。呪い。鬼滅と似てる？なんかそれはまた違う感じ。絵柄とかも全然違うんですけど。まあ、でも分からん。こうやって鬼滅も同じこと言おったきゃハマるんかな、見たら。あー、でもなんか、初めらへんはちょっと難しいんですけど、やっとちょっと面白くなってきたなって感じ。うん、鬼滅の漫画本貸して。え、どこ切ってください。私ありますよ、ここに、後ろに。切ってください。切ってお泊まりしてください。そうですね、ちゃんとシャンプーとも高いの用意しとくから。なんでそんなに歓迎してくれるん？え、もちろんですよ。私が来るのに買っときます、チーズケーキ。高いのを用意してくれるの？え、でもね、アリちゃんさんが来るってなった時に、あの、ちょっとお高いやつをした。何使ったか分からんから。そう、人来るときはちょっと、ね、さらに そんな気使わせてるん？違う、気使わせてるんだけど、なんかそう、ちゃんとおもてなしね、したい人だから。おもてなし。懐かしい。それ私が多分小学校の時とかで、小6とか小5とか。多分私高校生だったわ。そっか、あ、そうか、私の今と同じぐらいってことか。じゃあまだあるので紹介します。ドン、うわー、こういろんなメンバーさんのうちもあって、ちょっとさすがに多すぎて、どれか選ぶ、この置いとくやつを選ぶってなった時に、これと、まあ自分のうちわだけをね、置いてるんですけど、うん、これは置いてます。お得じゃん。ちゃんと、はい、なんかね、どうやってしまった、あ、なんかみんなが持ってるガチのね、なんかうちわ入れみたいなではないんですけど、ファイルに入れてる。ねえ、なんで そんなに綺麗に。ちゃんと、なんかこれはでも多分ね、これはみんなから見たらダメだみたいな、こんな締め方はダメだってなと思うんですけど、こうやって入れてる。めちゃめちゃいい子じゃないかよ。好感度上げてるな、自分で。違う、上げてない。紹介してる。紹介。この紹介を狙ってますね。願いますよ。お疲れ様さ。いい声ですね、めっちゃ。本当？ありがとう。めっちゃいい声だった。次。これは、すごすぎて、びっくりして、もう残してます。コッコさんの生誕のやつ。あ、それ私の実家に貼ってある。え、これ本当にすごいって思って、え、誰がやってるんですか、こうやってデザイン、シールとか、もうすごくないですか、メタンティとか。どのぐらいの感じなんだけど。本当にすごいなと思って尊敬しておいてます。
え、これ分かるんですか、コッコさんは誰が書いたか。それは分からん。ね、なんか手紙にね、書いてあったかも。あります。ネタバレ。あとはね、これ、ちょっとこれ、あ、これ違う。これはですね、お花、あの、握手会の時とかのやつなんですけど、これはもうね、何回も紹介したことあるんですけど、同じ日のやつ、トロミチコッコさんの。また自慢してるやん。そう、こうやって、ちょっと、トロミチコッコさんの順番で並べてる、これは。やば。あとはね、これはみんな持ってると思う。コッコさん、この時めっちゃ髪の毛短い。反射してる。めっちゃ短い。めっちゃパツンってしとるね、全部が。そう、めっちゃパツンってしてる。かわいい。あと、あるの？明けましておめでとうね、疲れ。え？コミコよろしくって書いてる。なんでそれもっと失敗作？違う、これあれだよ。握手会でこれ印刷されてるやつ、みんなにもらえるやつ。あの AKB のもうほら見て、はがきが AKB48。 あーあったわそれ。そうそうそう、みんなで書いてるやつをこれを置いてます。あとコッコさんがのくださった、こうちゃんと行くお買い物デート。いやそれ書いて記憶あるわ。それなんて書いてある？喉が渇いたらジュースを買ってね、気づこう。ご飯代はじゃんけんだ、絶対に似合う、似合わない言ってね、持ち物、気合、充電器。お金いらないんですか、この方。いやお金は絶対。今ですけど、スケジュール、朝電話で起こしてね、2、車で家まで来てね、3、お洋服を見るよ、4、お腹が空いたよランチ、5、お気に入りのお洋服を買う、6、2人で写真、7、夜ご飯過去肉、8、バイチャラポーって書いてある。すごいね、懐かしい。ちゃんとサインもいただいて、他、絵日記です。うわあっかんべー、夏になると食べるかき氷、いろんな味があるよね。食べた後にべーってしたら、わー、これが私の夏の甘いのです。赤いかき氷食べらベロが赤くなってるってことかな。多分そうだと思う。そうよね、ちゃんとサインもいただいて、すごいよね。これいいね、これゆりさんの周りのめっちゃ可愛い絵が、すごいですよね。私の似顔絵付き。適当すぎ。しかもおかしくないですか、長さ。髪の長さがいろいろすごい。あとはね、普通にタワレコとか行った時にもらう。ガチそれにサインもらったらガチだよ。確かにこれはもう、うん、ないですもんね、これのサインって、うんうん、確かにだ。うわー、みんなにサインもらわない。でもなんかさ、うん、今もらうんじゃなくてさ、その時にもらいたいよね、それに。いや、わかります、うん、そうなんですよ。今もらったらちょっとね、こんな感じかな。でも本当にあのチェキは本当に すごく大切です。なんかチェキ入れようと思ったんですけど、このカバーが薄っぺらいじゃないですけど、うん、入れたらこうちゃんと収まらなくて、携帯が、だから入れてないんですけど、本当はチェキ入れたいんですよ。本当はね、チェキめっちゃ入れたいみたいな感じです。なんかあるかな、なんかあるかな。あれだ、私コッコさんにいただいた、一生おばあちゃんになっても着ようって決めた。来ましたよ皆さん、来ましたか。おばあちゃんになっても着ようって決めた。だからちゃんと全部残してる。嬉しいから、ありがたい。何ですか、疲れた？ん？疲れちゃった？あと20分だ。ちょっとメール送ります。あ、みんな寝落ち配信だ。みちさんに続き寝落ち配信。
かわいい。ちょんちょん。かわいい。コッコさんのメールは今日は3通ですね。やめてよ、うちの言わないって約束じゃん、うちが送ったよ。でも平日に3通って多くない？うん、一回 1通の時ありますもんね。言うな言うな言うな。あ、ない時はないから大丈夫。言うな。違う、ない時は違う、そういうことじゃなくて、ない日はない。ちゃんと。あ、そういうことね。あ、そういうこと、そういう、そういうことね。ない日はないと思う。うん、うん、そう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 。何送ろうかな。え、今日ソラハのこと送ろうと思ったけど、もう無理だ、時間が。え、じゃあまたいつか。じゃあ明日送るわ。それは照れるの。スクショ祭りや。スクショ祭りすぎてすごいことなりそう。容量がパンパンなりそう。そんな。1万倍ぐらいスクショ。あ、ソラハ、悲しいお知らせ。何？私の卒業公演の申し込みが今日から始まったのか、発表されたのか、メンバーが。え、私いるでしょ。いないらしい。え、本当に？私あんないないよ。え？まあ誰？いるじゃん！もうびっくりした本当に。私が急に仕事入って出ないのかなと。いるじゃん。びっくりした。本当に心臓悪い。本当にガチかと思ったよ、本当に。誰がコメントさんだ、もう。え、本当にびっくりした。よかった。いや、それはもうな、あの、急に出てくるから、私呼ばれんかったら。急に生誕のケーキ出し、あ、ケーキじゃない、こうやって手紙とか出すときにこうやって出てくるから。なんてしてたよ。本当に本当に本当にびっくりした。お腹いい、うん、本当にやばい。なんか怒られたんだけど、ごめんなさい。え、なんで？すいませんでした、私は全部悪いです、すいません。悪くないですよ、そうやって私をいじってくださってるんですよ、私は嬉しいです。いや、めっちゃ説教来てるから、ごめんなさい。なんで？誰よ、説教してるの。また言う、誰？誰だよ、名前呼ぶぞ。出てこい、名前呼ぶぞ。もうだっていつもこうやってやり取りしてるから、今言ってるだけじゃん、配信で。え、本当に誰？ダメですよ、もしそれを例えばダメだよって言うとしたら、最後にわらつけたりとか、なんかふざけてる絵文字つけないと、文字だけじゃ、この前も言ったんですけど、文字だけじゃ伝わらない、なんかうまく。また言うか。出てこい、誰か言ったやつ。出てこい。ほんと、そこの場に立て。わからんけど。うちら立っとるかもよ、配信見ながら立つかもしれん。それはもう、ほんとにダメだよ。ほんとに。本当にもうごめんなさいね、もうこれはいつものねことなんですよ、うん、そうですよ、もう本当に。だからこれが普通なんです、私は。これが普通なんです、そうなんです、私たちの。もう元から、もうソラハずっと局面出れないよって言い続けてたので。そう、逆に卒業公演出たら、あの、私が出たらココさん出んとか言っても。そういう、そういうやり取りを普段からしてるので、もう大丈夫です。大丈夫だよ、本当に。そら、卒業公演出るもん、じゃあ私卒業公演出ないから、本人が出ないっていうパターンだから。で、さ、理由で信濃そらはが出演しちゃダメみたいな、田中高校卒業公演、田中ここは、あの、休演します。そうそう。やばいやろ。もう叩かれまくる。なんで出るんやって言われちゃうから。本当に、そう、あー、おもろい。あ、楽しいですね、すごい。本人出ないパターンとか。それ卒業やばい、や、それや、逆にそれで開催したらやばい。確かにやばい。それで開催するのやばい。
今日はコッコの卒業公演ですって言って、ですが今日はコッコはいません、いません。なので手紙を見たいと思います。コッコへ誰かがです。面白い。それ泣いてたらおもろいけどね、周りが。いや、手紙を覚え出したら泣いてしまうんですよ、多分。きっと空は泣くかな。あれで泣きます、多分。私目合ったりとかしたらすぐ泣きますよ。だろうね。でも会うの泣くない？でも合わせれますよ。でもあん時は会うよ。可能性を信じていた。いや、あれはね、違う。笑ってしまう。あれは笑ってしまう。あ、いや、待って。なんで笑うの？あれは本当にね、笑ってしまう。あと、あの、こういうやつ、一列目でやるやつ。ああ。あれ、本当に笑ってしまう。だからもう、笑いをこらえてる顔だから、めっちゃ気持ち悪いんだろうなと思いながら。ひどくない？違う。自分の顔が気持ち悪い。なんか違うんですよ。目合ったら、笑ってしまうんですよ。別に。コッコさんの顔が面白いとかじゃなくて、あの、普通に笑ってしまうんですよ。目合ったら笑ってしまうんですよ、誰でも。だし。だからすぐね、嘘ついてるとかね、思われがちなんですよ。でも、この前の公演で、あの、可能性言おうってあったじゃん。うん。あそこ立ち位置間違えたんよ。そう！あ、間違えたって言ったの分かったでしょ。あ、やべえみたいな。顔がすごかったから、めっちゃ分かりやすかった。いや、だって、この、ここで、うん。ビッグボス間違えたん。うん、で可能性言おうとした時にパッて見たら、あれ立ち位置違うって思って間違ったってソラハに言って、じゃソラハ真顔でさ決めとるやん曲中やけん、ちゃんとねやらないといけない。そう、でもちょっとうっすら笑ったよね、あの時。いや、笑いましたてか毎回笑ってしまう、あそこ。本当にマジで本当に。あと手遅れコーションの、あー手遅れコーション、あの、どこだっけ？あーですか？違う？それレッスンか。違う、あそこ、あの、倒れるとこ、円になって。あー、はい。あれです。手遅れこしょー。たらら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 ら顔がもうくっつくぐらいの、なんて言ったらいいんですかね、難しいんですけど、ココさんの変顔とかする、ま、うん、こんくらいの距離におるよね。そうだからすごいつい、あの、ニヤニヤしちゃうし、たまに顔の変顔するから本当に笑ってしまって、でその後はちゃんと顔をキュッて変えてやってる。マジで、だってソラハ歌わりじゃん、あそこ。うん、そう。歌わり終わって、戻ってきて、ちょっと顔上げたらもう。うちが、こう、なんか変な顔で待ってるもんね。そう。それが、みたいな感じ。そう。待ってるから、ちょ、笑ってしまうんですよ、本当に。やめてくださいって、時々言って、そう。よくない？言ってしまう。でもあれも、一曲目の時も、横だから。チューしようね。なあなあらね。そう。あそこ最初から私は目合わせていくから。えっ、じゃあこうしようかな、逆に向こう、うん、違う、もうこう無理やり見てくる。絶対あるやばいです。泣いてしまう。私本当に一生思ってるのが、あのゆりさん卒業公演でもうね、なんかいい写真が撮れたよって言われて、スタッフさんに、でどんなんですかって見せてもらったら、こういつも聞いてたフェイバリットソングみたいなので、後ろで2人で振りするとこがあって、それでゆりさんと組むんですけど、その時の顔が究極にブサイクだったのに、あの、いい写真撮れたよって言って渡されたのが本当にってなりました。まあ確かにそれでちゃんとしてる顔だったらめちゃくちゃ肩組んでいい感じなんですけど、顔がもう泣きすぎて、もう序盤からめっちゃブサイクだとっていうやつがあるから、なんかあれが、でもやばいですよね、もうなんかどんどん、なんか私が仲いい人全員卒業していくんですよ、ね、ああ。なんか多分関わっちゃダメなのかな、みんな私と。関わらない方がいい。次は誰？ああ。でももうなんか、大丈夫だ。開き直った。じゃあ一つさ、いいとこ、なんだっけ、この涙。うんうん、
どこの位置におる？この波の、え、後ろです。本当に後ろなんですよ。あのさ、2番、2A のとこ。2A、後ろ、マジで後ろです。後ろの真ん中。いつかの願いは。あ、後ろの、なんか2列があるんですけど。あの真ん中の方。そうです、そうです、そうです。みちの後ろらへん。あ、じゃないんですよ。逆側なんですよ。あ、じゃあ、下手側？はい。あ、じゃあ見れんね。そう。あさ、二人が出会った頃ってあるじゃん。あります、あります。そこ、みちとうち目合わせてるよ。え、なんか、あの、だけ、希望の芽が出るんだってあるじゃん。で、うん、こうやってするじゃん。はい、あの、端っこはこんな振りないの。二人が出会った頃、夢のみたいな。そうそう。で、みちは、これを、で、こうするところを、うちに向けてこうしてるんよ。で、うちは、これをみちに向けて、持って行ってファンってしてるんよ。え、すごい。うん。絶対そこ目あって、で、次うちが、あの、花が枯れる日までってあるんだけど、そこの歌割り行く前に、みちと目合わせて、その後にシュッて行くから。そこ見てほしかったけど見れないな。え、でも見れないのか。でもあれは見てますよ。あのジンジュナスレイブ、あれレッスンの時もキスするんじゃないかぐらい近いから、もうなんかもう違ったね。どうしようってなってしまう。違えたあやつが近づいてくる。本番見れないんだよな。本番ね、もうまいちゃんがすごいスイッチ入ってるからもうそれでも笑ってしまうよ。まいちゃんのそれ見て、なんか、めっちゃニヤニヤしてるよ、まいちゃんが。私も。あ、エンジンで泣かせに行くわ。エンジン？いや、エンジンで泣いたらやばいです。私、本当に、公演前に泣いたら、コンタクトがいつの間にか、こう、ラメと、アイシャドウとかのラメが目について、なんかガチリアルキラキラ目なんですよ。リアルキラキラリアルキラキラ目になって本当にやばいんですよ。あのだから神戸のゆりさんの卒業の開演5分前に言われた時も、あの今日卒業発表するんだって言われたやつ、そう言われた時も、もういやあれさ、てたから おもろかった。空はったうちとトロで言いに行ったじゃん。そうそう、えトロが言いに行ったんだっけ。え、ないや、いました、いました。いたよね。呼ばれたんですよ。かあの演じ来てって言ったか。そう、怖かったよね、あれさ、今日空来てみたいな、うん、え、でも私はなんか、なんかいいことあるんかって思ったよ。あ、そしたら今日卒業発表するんだよねトロが言って。そう、え、だからしかもちょうどそのなんか昼夜の間のストレッチかなんかで、こう私自分が卒業するなら兵庫で発表したいなとか講演したいなって言ってたもんね。言ってたから、そう言ってたから、あ、冗談だって思ったんですよ。うん、本当で、え、本当だよみたいな言われて、ってやってもうそっから泣いてて、もうなんかゆりさん、こうまず瀬戸前具が先にやけど、ゆりさんのファンの方とか見たらもう涙出てきて、もうずっと初め4曲泣いてて、だからもう帰ってきたらなんかもう視界がぼやぼやで、コンタクト取ったら本当にキラッキラしてて、リアルラメ、コンタクト変えてとかしてやばかった。MC ももうなんかテンパりすぎて、自分その日が回しだったんですけど、もうぐちゃぐちゃで、もう後からめっちゃ後悔しましたもん。回し変わってもらえばよかったと思って、ってぐらいあれだったから。いや、ほんとにコンタクト10個ぐらい持ってかんといけない本当にもう毎回毎回こう早着替えの後にもうこうやって毎回付け替える、付け替えとるかもしれん。本当に最高すぎる。ごめんね、今だから笑えるけど、めっちゃ面白い。いや、まあ確かに今だから笑えるけど、その時はでも確かに、うちもでも空を見て涙出てきたもん。うん、なんかびっくりしたんですよ。全然気づかなくて、だから、あの時は鈍すぎた。コッコさんの時はあれだったけど、まあうちもだって感づいとったもんね。うん、でもまあいろいろあって、ね、うん、言うかめっちゃ迷ったんですよ。言ってもししないってなった場合めっちゃ失礼じゃないですか。まあ確かに。だからめっちゃ迷ったけど、でもそっか、毎日しますかこれ配信。でもあのいろいろ
プライベートの時間も必要ないの、君は。断り方が、ちょっとなんか嫌とかじゃなくて、ちょっと、リアルな感じです、ね。まあ、でも、ありがとうございました、そらはちゃん。いや、ありがとうございました、残り5分。壇上、読もう。あ、じゃあ、お互い読みや、何か読んでる ?13 位か読んでます。じゃあ、先に13位から言い合おう。はい。私かうん。13位、アスパラさん。13、すってんコロンビアさん。12位、ナオさん。12位、ヨッコさん。11位、フラペチーノさん。11位、チアイさん。10位、タルボーさん。11位、チーソさん。9位、マーチさん。9位、アラヒヨスさん。8位、トマスさん。8位、アキマンさん。7位、エリックさん。7位、シンパクさん。6位、トスキさん。6位、ネイビームさん。5位、ヘルマビーゲさん。5位、トシヤスさん。4位、ヤススくん。4位、ヤナヒトさん。3位、ユウスケさん。3位、ネギちゃん。2位、バチェラモスターさん。2位、ヤスくん。そして1位は、スーさん。そして1位、ヤコウエイスさん。へい、聞こえへん。確かに。ありがとうございました。コッコさんファンの方はすごい聞いたことがある名前だ。ほんと？うん。すごい遊びに来てくださる方が多いから、まあ、皆さんソラハの良さ分かりましたでしょうか。私が卒業した後チェックの一員として見といてください。ありがとうございます。そうやって言っていただいて嬉しいです。はい、え？どうやってしてるんですか。分からん。なってないもん。いや楽しかったです。めっちゃ楽しかった。ありがとう。あっという間だった。すごい。めっちゃ語ったわ。うん、すごい語りましたね。ね。なんか真面目な、なんか確かにだった。ありがとうございました。ありがとうございました。私もそろそろやばい。もう就寝の時間だ私。早っ。いつも電気消えてるのこの時間。嘘。うん。真面目です。真面目ってかあれですね、すごい。まあ寝るのは3時とかだけど。そらもう癖づいちゃった。あんまり。まあでもそらはいきなりありがとね。いやもうこちらこそもう何でもいきなりいつでも何でも誘ってください。じゃあ肉はおごって。あ、もちろんです。それはあのちょっと金欠の時はちょっと難しいですけど。ねえ、おお。じゃあちょっと借金して借りて。リアルリアル。いや、ちゃんとね、あのココさんの好きなとこ行きましょう。よいしょ。じゃあでも終わろうかしらね。ですね。ありがとうございました。バイバイ。じゃあココさんが切ってください。オッケー。じゃあファンの人もソラハのファンの人も私のファンの人も見てくださった方もありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。切ります。何？悲しい。なんで笑ってるんですか。わかった。はい。オッケー。オッケー。はい、これしたかったんですよ。よかった。夢叶った夢。じゃあバイバイ。本当にバイバイ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。3、2、1。